ときましたね。本当びっくりですね。はい、ある日僕のうちに荷物が届いたんだ。パパ行こうか。来た来た。パパが嬉しそうに段ボールを開けると、中からなんだか不思議な電子レンジが出てきた。さあ作るぞ。何にしようかな。とりあえずオムライスにでもするか。そう言ってパパは空っぽのお皿を電子レンジに入れて扉を閉めた。すごい。そしてパパは急に歌い出したんだ。ちょっとパパここ歌えんけん、代わりに歌うわな。腹ペコリンリン、腹ペコリンリン、オムライスが食べたいな、チーン。歌い終わって扉を開けると、なんと空っぽのはずのお皿にポップコーンのオムライスが乗っていた。するとパパが、どうだ魔法の電子レンジは、さあどんどん作るぞ。次はカツ丼とパスタがいいな。今度は丼鉢とお皿を入れて歌ってみた。さあできるかな。ちゃん、はい。ハラペコリンリン、ハラペコリンリン、パスタとカツ丼が食べたいな、チーン。あれ。ちょっと違うけど、まあいいか。さん、はい。ハラペコリンリン、ハラペコリンリン、お寿司とおでんが食べたいな、チーン。やった成功。ねえパパ、次は何にするの。もう食べようよ。ねえ。どこだっけ。パパが何かを探している。あったあった。それ何これ。金魚金魚出てくるのパパ。はい、赤ちゃんもここに乗り物で乗っていますので、はい、これ必須。赤ちゃんが乗っています。続きがある。